全くわからない。見つけって言われたけど、そんなの無理じゃん。急にそんなやり方って、なんだっけ。なんじゃわれ、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。教育さんのおっかない感じしか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスを出したときは、前と少し違ってきました。変わりましたよ。なんていうかな。以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってこと。俺はな、リーダーだと。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。集中不安定になってます。だけど今回はちょっとやりすぎた形。相手が全てを予定通りに感じる。高すぎるのか。藤原の前に出てしまう。レールと車輪との接触面での摩擦が終わり、ミュウが低ければ低い。ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーより、コントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわー、やべえ、すげえな。気力ありで何とかもしれ。とりあえず2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンド。軽量化に勝る注入ではない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な状況だった。今までのバトルとは違う。正反対の発想が勝利となる。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことで今まで知らなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるな。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいれば、それだけで終わるバトルじゃなかった。この雨がクソメンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、それよりも奴の方がリスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかり。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいだろ。信じらんねえよ、300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト B のダウンフィールしかついていけないのか。スイスイと引き当たって、ダメだ、ムカついてきた。地面に追いついてプレッシャーかけてやる。教育さんのやり方ってひょっとしてあれのこと。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今熱海を通過したとか、50m を通過した。わからない、あんたまだクラクラしてきたぜ。線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンもきつい前提で勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションではありえない事態だ。
雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれるぞ。無線のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台を裏つかせてやがるぜ。分かる、無線のボディーセンターが伝わってくる。濡れたレールに張り付いた車輪が滑り出すギリギリの感触がテリトリーに分かる。絶対捕まえる。カウンターが出てきたチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分がこんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。俺だけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界が絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスなんて絶対離さない。水煙に遮られた視界を暴動軸の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なのか。目から入ってくる情報が不足していた。頭の中に浮かべるイメージでそれを補う。藤原はこの能力が突出して高いね。コーナーのアーク限界スピードを瞬時に見た目印のないで全てはイメージだ。それこそ藤原の天才的なテクニックを支えている点だ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。助かった。何が何だか分かんねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターだな。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さん。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。無事でここで抜かれるわけにはいかねえ。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。時間ない、考えてる暇ない。分かんねえな、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺、消えた。うわぁ、やだ、店がいなくなった。バカな、ありえねえ。
二子玉川までしっかりと前哨灯が張り付いていたはずだ。線が消えたの？ありえない。一体どこに消えたってんだ？そんなことが。戦勝と落とし闇に紛れた。ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっき決まって相手が見えないのはあっちも同じだ。